さて、やっていきましょうか。まだ5日。ジョンズコーヒー。おや、カーラ。ああ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。血は拭ってるね。起きて。降りないと。アンドロイド寝るんだね。バスを降りる。大丈夫これ、疑われてない？ここに…あれ？何も聞けなかった。11月でしょう、寒いよね。アリス、平気？気の身気のままだしね。生まれる場所を見つけようね。やばいやばいやばい、風邪ひいちゃうよ。一晩泊まれる場所を見つける。アリス、急ぎましょう。後ろには何もない。あの辺か。信号無視かどうかわかんないけど。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？次はここか。調べる。毎日24時間営業。泊まれない？泊まれないの？ドロップオフ。あー、なるほどね。選択か。朝まで開かない。これは参りましたぞ。快適ではないが安全。どうやって中に入る？ああ、売ってるのか。ちょっと調べてみよう。他にはないかな。あっちは。あ、モーテルがあるじゃん。快適だが見つかるかもしれない。お金が必要。お金。あ、見つかるかもしれないのか。なるほどなぁ。これはどうするかなぁ。廃屋にしようか。お金もかかるし。中に入る方法を探す。わかりました。これは何だい？あー、くしゃみしてる。見る。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。
ワイヤーカッターがあればフェンスを破れる。ワイヤーカッター、そんなものどこにある。穴とかないのか。ワイヤーカッターね。この先は何もない。ってことはこの辺りにワイヤーカッターが売ってる。ドラッグストアにはワイヤーカッターないでしょ。止まることはできない。助けを求める。いやー、通報されちゃうっしょ。どうした？どうした？どうした？あ、雨宿りするのね。そこで待ってて。なんか工事してるね。ワイヤーカットありそうだね。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい。行くあてがないの。この人を頼るといい。お、なんだこれ。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。え？今のが RN9。 待って、ワイヤーカッターどっか行っちゃった。行こう、アリス。ご利用いただき誠にありがとうございます。どうしよう、ワイヤーカッター。落としていってないかな。ここから入れない。会社で一晩過ごす、それもありじゃん。ここにしよう。とりあえず雨をなんとかしなきゃね。汚いけど。廃車みたい。アリス、下がってて。はい、どうぞ。ここなら濡れないし、誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。他の場所はないの？いやでもさ、これ以上連れ回したら風邪ひいちゃうでしょう。ここにしよう。申し訳ないけど、ここにいた方がいいわ。ここだったらきっと安全だから。一晩だけよ。服をどうにかしないと。アリス、心を開いてない。あ、さっきまで親密だったのに。パパは私が嫌いなの？どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの。家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに。幸せになっちゃダメなの？わからないわ。置いてったりしないよね。お願い、約束して。
約束する。ずっと一緒にいてくれる？もうそれしかないんだ。ずっと一緒。いやー、また分岐がたくさんあること。全世界の選択は車にとどまった人 30%。 まあアリスが嫌だって言うからね。あ、さっきのゴミ収集のアンドロイドだったんだ。なるほどね。だから車に乗って消えたってこと。本当か？本当か？わからんな。はい、じゃあ始めまーす。お、ついに日付が変わりましたね。ん？なに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 ？捨てられたの。視覚障害、マインドパレス損傷、マインドパレス。音声データ破損。全システム節電モードで稼働、故障してます。はい、まさか足が、欠損直立不能。足を取り替える。簡単に取り替えられるようになってるのかな。互換性あり。あ、スポーンと抜けるんだね。なんだこの突然の始まり方。互換性なし。あり。よかったね、端子が生きてて。排気場から脱出する。あ、びっくりした。俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探せ。ジェリコを探すんだ。ジェリコ止まっちゃった。
の中丸見えじゃないか。怖い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 。早く行くよ早く行くよ早く行くよ。早く行くよ。歩いてる人がいるな。故障した部品を取り替える。視覚ユニット、ポンプ調整器、音声プロセッサー見る。互換性なし。倒れたな。調べる。なんだなんだ。見逃す？楽にします。なんかパーツが取れるかも。なんだこの木の芽いる場所は。パーツ見つからないし。調べる。互換性なし。互換性なし。見つからないね。うわ、びっくりした。やっと。でも声か。あ、音がクリアになった。なってない。すごい音になった。正常になったんだろうけど。あ、互換性ありますね。引っこ抜く。こんにちは。私は AK700 型。何でもお申し付けください。プログラムが異常を検出しました。サイバーラインメンテナンスセンターに連絡してください。視界もクリアに。あとはなんか調整器？心臓かな？ポンプ調整器。あ、あったあった。ここ通ってくの？何回か捕まれそうだな。何？ごめん、暗くて何が何だか分かんないけど、とりあえずなんか怖い。
あ、部品を取り替えてから登るのかな。ていうかこれみんな登ろうとして失敗してダメになっちゃったアンドロイド。あ、使えそうですね。これで坂が登れる。間に合わなかった？笑うのか。笑った。何？何を外したんだ。ああ、あの輪っか取れるのそれ。取れるんだ。僕の名前はマーカス。マーカス？マーカス、なんでそんなことに。マーカスだったんだこれ。あれで撃たれて廃棄されてってこと？ここでも選択肢あったんだね。アンドロイドが殺してほしい。ああ、もうちょっと探索すればよかったか。マーカスってあれですよね。画家のところにいたアンドロイドですよね。衝撃の展開。なんか撃たれるところから始まるのかなと思ったら、捨てられてたっていうね。